2曲ご用意いたしました。両方バスカイアットで吹きます。1曲目は、ベルギーの作曲家で、1950年ぐらいに、活躍されたフランソワ・ラッセという方ですね。あのフランス語圏の名前がついているので、ベルギーってあの言葉を3つ、フランス語とドイツ語と、オランダ語ですね、3つあの公用語がありまして、僕はあのアメリカの留学が先だったので、半年ぐらい経ってから英語で通してましたが、すごいあの芸術的に盛んだった地域なんですね。あの今でも古楽器、200年ぐらい前の楽器で演奏する流行でしたり、現代曲がすごい盛んな国なんですが、実はあの、絵描きのゴッホさんもベルギーであのしばらく絵を描いてたんですね。フランドル地方で描いてたんです。1曲目はそのフランソワ・ラッセという人の、リート、歌という題名の曲です。お楽しみください。Thank you.
ネットとバスカネットって同じ楽器でくくられてるんですが、随分キャラクターが違いますね。今日はバスカラはたまたまゆったりとしたメロディーの曲を選んだんですが、機能性も素晴らしく改良されてまして、フルートみたいなああいうパカパカ動く楽器もそういう曲も演奏できるようになってます。また次回お楽しみください。それでは最後にサンサンス作曲の動物の謝肉祭から白鳥をお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。